ガクトのゲームガメセンテル。さあ最後右クラッシュマン。クラッシュマンはエアーシューターということです、ね、これ終わったら何があるんだっけ。次ワイリーです。真ん中にワイリーが。これは誰で倒すの。さあそれはエアーシューターですね。エアーマンです。近づいて、あ、なるほどね。あ、でももういけそうですね。もう大丈夫。いけそうですね。もういけるよ。ただ一番難しいとこからやっぱ行かなきゃいけないんだよ、はい、一番難しいのは誰ですかね。ウッドマンですかね、うん、ウッドマンやって。クラッシュマンはどうなの。クラッシュマンちょっとやってみないと何とも言えないですね。一番右下。あー結構効きますね。いいですね、いいですね。すごい逃げてる、すごい逃げてる。結構強い、やっぱり。あと一発ですね、あと一発ですね。あと一発、あと一発、あと一発、いった。 OK、 えい、これいけるな。これいけますね。うん、いける。クリアできる。いった後に簡単なやつでパワー回復した方がいいです。メタルマン、メタルマンを打ち込むと、あー惜しい。いたー。ああ取り忘れた、取り忘れた、台風取り忘れた。さあヒートマンなんだっけ。ヒートマンバブルリードですね。ヒートマンも結構簡単に倒せるんだよな。簡単でしたね。フラッシュマンも結構簡単に倒せるんだよな。フラッシュマンも簡単ですね。メタルブレード連打だったんで、意外とすぐ倒せました。また取りこぼす。また取りこぼす。このペン装機の上は危険ですね。バブル、これバブルリードですね。バブルリードで。もったいないことしてる。これは一発当てて移動ですね。一発当てて移動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 。一発。素晴らしい。素晴らしい。これだから難しいやつ簡単なやつ交互にいかないとダメだな。そうですね、そうですね。もういけそう、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 いった、いった、いった、た、次にウッドマンは何で勝てるんだっけ？ウッドマンは遠くにいるときはメタルブレード、近くに来たらエアシューター。避けて、もう一発ぐらいですか？いたー。オーケー。危ない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 。あと2人です。エアーマンとクイックマン。どっちがきつかったっけな。 YouTube で調べまくってる。何回もやってますから。これは、フラッシュマンですね。フラッシュマンで止めましょう。それで半分減らしてからノーマル。次なんだっけ。次ノーマルですね。Pでロックバスターで結構強いです。いい勝負、いい勝負、いい勝負、いい勝負。あと一発、あと一発、一発。大歓声、大歓声。これは次エアマン。次エアマンラストですね。エアマンはリーフシールドですね。リーフシールドってことはウッドマンです。避けて、避けないと難しいですね。ちょっと近づいてくるのでその時は狙い目ですね。この時一番左端にいて、あー3回目のワイリー来ました。
それでワイリーが上に現れると。今日のガメセンタルはここまで。知れば得する情報がここに。番組の公式サイトは上のバナーをクリックしたら行けます。チャンネル登録をしてない人は真ん中のバナーをクリック。今すぐ登録。スマホで見てる人は動画の下から今すぐチャンネル登録をしてください。このゲームやってほしいとかそういうのあったらたくさんコメント書き込んでください。チェックします。それじゃあまた明日。